も一緒に学校へ行きたい？はい、でち。優香に恩返しするために優香の生活を知りたいのでち。だから学校にもついていくでちよ。でもみんなに姿を見られたら大変なことになるかも。ふふん、そう言うと思って。じゃーん。それは優香の手芸道具の中から勝手に組み合わせたでち。これをここに、これをここに、ここに。はあ、うっちゃん手伝ってほしいでち。うん。到着。これで僕は優香のバッグチャームでち。ちょっと無理がない？平気平気でち。かわいい。そうかな。うっちゃんも空いてるでち。結構大きいし重いよ。うっちゃんも行かないでちか。バッグの中に入ったりして。私 UFO の修理しなくちゃいけないからお留守番してる。あ、もうこんな時間。うっちゃん行ってきます。でち。思ったことは口に出ちゃうよ。嘘はつけない。困った人は放っとけないよ。なんとかしたい。ちっちゃなことが見逃せないよ。くよくよしちゃう。これって単なるおせっかいね。でもやめられない。夢から覚めてまた夢見てるよ。おかしいよね。が時間ギリギリなんて珍しい。うん、ちょっと支度に手間取っちゃって。ほら、朝っていろいろあるし。僕を見ているでち。僕が生き物だということがバレないように気をつけるでち。ゆうかちゃん、このバッグにつけてるの。おっきいね。本当だ、かわいい。ちょっと触らせて。お、外せる。え、はあ、柔らかい。あんまりいろいろ触ると。肌触りもすべすべで気持ちええの。私も触りたい。これはなんか癒される。本当、さすが優香の友達でち。ソフトツンツンにローリングなでなで、優香に負けず劣らず優しい女の子でち。いい匂いもするし、なんだかちょっと嬉しいでち。あ、優香にドン引きされてるでち。ねえねえ、この手触りってめっちゃ弾みそう。しなかった？え、出た出た。なんか地底人が殴られた時みたいなやつ。当たってるでち。あ、これね、押すと声が出るバッグチャームなの。なんだ、そっか。へえ、どの辺？ほげーほげげーほげー。よかった、なんとかごまかせたみたい。おはよう、アラちゃん。おはよう、ユウカ。どうしたの？元気がないみたい。うん。アラちゃん、
放課後の練習試合応援行くね。頑張れ頑張れ、バレー部エースアタッカー。ありがとう。アラちゃん、何かあった？実は最近スパイクが全然決まらなくてさ。どうしよう、きっとスランプだよ。このままじゃ今日の試合私のせいで負けちゃう。アラちゃん、優香が友達のことを心配して悲しそうでち、アラちゃんが元気になれば優香も元気になるでち。それって恩返しでち。頑張れアラちゃん。アウト。やっぱり本当に調子悪そう、アラちゃん。あれってもしかしてちーちゃん？ちーちゃんどういうつもり？こんなこともあろうかとプリプリシャットを持ってきておいてよかったでち。僕のすんばらしいスパイク姿をプリプリショットで撮影すれば、スパイクロボをお取り寄せしてアラちゃんを指導するだち。おお、すごい、スパイクはこう打つんですね。ありがとうございます。いくよ、スパイクロボコーチスペシャルスパイク。ちーちゃんのおかげだよ、ありがとう。足がすごく柔軟にボールに絡みついてた。そうか、私強いスパイクを打とうと思って手首がガチガチになってたんだ。首は柔らかく絡みつくように、タコのようにうねらせる。
ちゃんのおごりで。賛成。なんでよ。